よう、久しぶり。べ、別に嬉しかねえけどな。ちょっとした技術的な調整だ。驚く必要はねえよ。こんな役にも立たねえ肩書きなんて、どうでもいい。レベルアップのプランは俺が考えたんだ。できて当然だろ。もう完全にマスターしたぜ。いや、やっぱもっと練習するか。 なかなかいい武器だけど、もっと強くできんだろ。オーバーロードんなの知るかしょぼいミッションばっかりやらせんじゃねえよミッションの前に激励会を行 <laughs> <laughs> くぞ俺にはかなわねえけど、悪くねえな。ドケドケ邪魔なんだよ 根っからのクズはどうしようもねえ。さっさと全部ぶっ飛ばして、新しいものを作れこれ、前回の戦闘レポートと休憩室の修理リスト。こっち見んじゃねえ俺だけでやったわけじゃねえよち、置く場所がねえ。休憩ポットの近くに置いとくか。これか航空燃料と強力な爆薬をちょっとな。 俺は強くなりて、必要な犠牲ってやつを払わないために。接触不良だろ珍しくもね。こういうのはな、思い切って蹴ってやればへっ <laughs> ほら、治った。休む暇がね、工事ミッションもあるし、舞台には口うるさい奴もいるしな。ミッションを受けた理由 俺しかできねえからに決まってんだろあお前も来んのかあじゃあ、もうちょっと準備しとくか。ルシアとの争いなんかどうでもいい。今は強くなることに集中して。あ負けるのが怖いのか、だと。なんなわけねえだろルシアはどこだ呼んで来い 実践テスト、今回一位か。ま、大したことはねえ。おい、なんか言うことはねえのかよ。ああ、マジ苦労するぜ。いっつもお前に付きまとわれて。おいどこ行くんだよ他のの奴のとこに行くんじゃねえ やっぱ射撃練習はうまくいかねえな。ビアンカに聞いてみるか。いや。おい、お前。確か射撃うまかったよな。他人に期待するなんて馬鹿のやることだ。俺はなんだって自分の力でやってやる。まあ、でも、お前なら、頼りにしてやっても。って、おいこっそり笑ってんじゃねえよ 俺をかばうんじゃねえお前まで誤解されたらどうすんだよま、まあ、感謝してるけど。お前、もっと自分のことを考えろよ。もし、未来の希望のために今を犠牲にするかしないか、お前ならどうする <laughs> 答えなくていいよ。お前ってほんと、分かりやすいやつ。 用がねえなら帰れ。まあ、もらっといてやる。俺に覚えてもらいてえなら、もっと頑張れよ。そうだな。例えば、新しい装備のテストを手伝ってくれるとか俺の機嫌を取ろうってのか無駄だ。引っかからねえぞ。最近よく会うって。 たまたまだお前を待ち伏せしてるわけねえだろこんなもんもらったって、戦いじゃ役に立たねえよ。まあ、サンキューな。怪我したのかふん、武 <laughs> 用人だな。こっち来い、手当てしてやる。この程度、医者に見てもらうほどじゃねえよ。なんだよ、緊急ミッションかと思ったじゃねえか。 プレゼントなら直接俺の部屋に来ればいいだろお前と仲良くなりたいのかって、なわけねえだろったく、もうロッカーに入んねえよ。えいや、返すなんて言ってねえだろ狭いからもうちょっとこっちに来てもいいぞ。なんだよ、その顔。俺の方から近寄れって言うんじゃねえだろうな。 お前って、いつもすぐいなくなるよな。他にやることがあんのかよ。もう少し、ここにいてくれたって、いいだろ。この前のミッション、なんで俺を呼ばなかったんだよ次会ったら許さないぞそんなに良くしてくれる必要あんのかよ。こんなのなくたって、俺は。確かに俺はつえー。 でも、一人だけじゃできねえこともある。だから、俺の背中を支えてくれ。勝手にいなくなるんじゃねえぞ。休憩室に戻ったら、左側を見てみな。そう。その上から二番目の引き出し。約束だからな絶対に忘れんじゃねえぞ はあ、な、なんだよお前もぼーっとしてたじゃねえか少しくらいスリープ状態になったっていいだろよし基地防衛マップができたぞ砲撃ポイントはたったの 108! 全然大げさじゃねえよなどうだいいと思わねえかおいこれからも俺と話したいって思ってんなら。 三秒以内に返事しろ。一、二、く、2.2!2.22! おい、さっさとこの書類にサインしろ。いつまとめたんだってどっかの誰かさんがぼーっとしてる間に決まってるじゃねえか。ふふふ。 こいつの寝顔、結構面白いよな。<laughs> うわっ急に目を開けんじゃねえ早く目つぶれよまだ元気そうだな。俺のミッションに付き合え。休まねえつもりかよ。こんなとこで無茶したって意味ねえだろ。 長期的に疲労状態にある患者は顔色が悪くなり髪の毛が抜けてシワが増えて何してんのかってさっさと休憩しろってことだバカ休憩して来いよ訪問者なら俺が追い払ってやる 無理してんじゃねえよこの先、お前にはもっと大事なことが待ってんだよ俺もな。なんだ、お前か。遅刻まであと3分45秒か。ギリだな。昨日は横向きで寝たのか。なんでわかるんだってお前の寝癖がそう言ってんだよ。 おい、七海いるか隠してんじゃねえだろうなあいつ、俺の武器に取り外せねえ層をくっつけやがった今日こそは絶対に許さねえここで人を待つのがどんなに辛いか、わかるかわかんねえよな。なら今度お前がやってみろ戦場にも技術者がいねえと困るだろうだから、 誰のそばにいるべきか、言わなくてもわかるよな。おい、本当にわかってんのか1、2、3あ、来たなどっかのバカがサボった日数を数えてたんだ。一人でも大丈夫だってずっと思ってたけど、お前に出会って考え方が変わったんだ。俺は弱くなったわけじゃねえ。 むしろ、昔の自分よりずっと強くなれた。そうだよお前を褒めてんだよ黙って聞けやっと帰ってきやがったか忘れねえうちに言っとくぞ。ここの防衛体制が弱すぎたから、周囲に26カ所、地雷エリアを設置した。安心しろ。 電磁誘導だから人間は引っかからねえよ。っはっ,っ無駄だ今の俺には効かねえよちょっと待ってろ。グラビティシミュレーターを点検してくる。ふ <laughs> っくだらねえ。俺の我慢にも限界があるからな お前調子に乗ってんじゃねえぞたく、今回だけだからなボーナスの受け取りを、って、いちいち言わせんじゃねえよあいつがターゲットか先陣を切らせてもらうぞふん、<laughs> 無駄な抵抗だバーストスラスター、転換くずめ、くらえ どこ見てんだよ全部、消え失せろおい、気をつけろやべえ、予想以上だ。これは、負けてねえ俺が突撃する背中はお前らに任せたぞどけ邪魔だ大したことね別に褒めるようなことじゃん。<laughs>